整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、腰痛でお悩みのあなたに腰痛の改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、3秒で良い姿勢を作る方法という話をさせていただければと思います。はい、今までですね、私は正しい姿勢の作り方のお話というのは何個かさせていただいたんですけども、今日のお話はですね、その中でも一番簡単な方法です。一番シンプルな方法ですので、ぜひですね、これを実践していただいて、あなたも良い姿勢をですね、作っていただければと思います。はい、ではですね、早速やっていきたいと思います。まずやり方として、手のひらを前に向けます。手のひらを前に向けた状態で、このまま横からですね、手を上に上げていきます。そして、頭の上で手を合わせます。で、合わせていただいたら、このままゆっくり手を下ろしていただいて、これで完成です。はい、このまま歩いていただいていいですし、このまま走っていただくということでですね、正しい姿勢が作れます。はい、これはですね、なぜそんなことができるかというと、手が上に上がる、手が真上に上がるっていうことは、実は骨盤が立った状態になるんですね。はい、骨盤が立った状態になるっていうことは、土台が正されますから、土台が正されるっていうことは、その上の肩甲骨と頭も正されるっていうことになるんですね。で、良い姿勢を作ろうと思うと、よくですね、やりがちなのは腰を反ってしまうんですよ。腰を反ってしまう、要は骨盤が前で倒れてしまう。そうすると実は肩って上がらないんですよ。お尻を出した状態で肩って上に上がらないですよね。ということは良い姿勢ではないんですよ。なので、その逆説を利用して、まず手を上に上げちゃうんですね。手が上に上がるということは、良い姿勢じゃないと上がれないんですね。はい、良い姿勢じゃなきゃ上がれないんですよ。なので、まずここから作るんではなくって、まず手が上に上がる、手が上に上がるということは、土台がしっかりまっすぐ立っているっていうことになりますから、この状態で骨盤が立ってきますよね。骨盤が立って肩甲骨が乗ってきます。肩甲骨が乗ってるから、肩が、手が上に上がるわけですね。なので、手が上に上がった状態で下ろしてしまえば、実は自動的に良い姿勢になるっていうようなお話なんですね。なので、やっぱり良い姿勢っていうのは、実はこの反ったお尻が出た状態ではなくて、骨盤が立った状態になる。で、それを作るためには、簡単で、手のひらを前に向けて、そのまま手を真上に上げていただければ、自動的に骨盤が立つというようなお話になります。はい、ぜひですね、実践していただければと思います。良い姿勢を作ることによって、もちろん見た目も綺麗になりますし、腰痛とか肩こりとかですね、あとは、膝の痛みだったりとか、ストレートネックとかも予防することができますよね。ストレートネックも結局、お尻が後ろになって肩甲骨が前に出て、それで頭が前に出てしまうことが原因になりますから、しっかり骨盤が立つ、手が上に上げれる状態でしたら骨盤が立つ状態になりますから、肩甲骨の位置も正されて、胸も張ってですね、ストレートネックも予防することができるということになりますので、ぜひ実践していただければと思います。ただですね、これが手が上に上がらないっていう方はですね、何が原因かというと、まず肩甲骨周りが硬かったりとか、あとはやっぱり骨盤周りがカチッとこのまま固まってしまうと、手って上がらないんですよ。はい、骨盤の位置が悪いと手って上がらないんですね。なので、こういったところが硬いか、こういったところが硬いかっていうところですから、手が痛くて上げれないっていう方は、まずは無理しないで、こういうところをやっぱ緩めてから手が上がる状態にしてから下ろす。そうすれば、まあ簡単にいい姿勢になるっていうようなお話になります。はい、もしですね、ご質問とあれば、下にホームページのリンクありますので、ご質問ください。またですね、今後も健康に関するヒントだったり、アイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただき、ありがとうございました。